ちゃんともともとお仕事で何回か一緒になって、その後プライベートも結構、仲良くさせてもらってて、で、まあ、スタッフさんとかも知り合いの方がいて、で僕が、まあ去年カメラをちょっといろんなお仕事とプライベート込みでちょっと購入したんですけども、それをなんか情報をキャッチしたみたいで、でカメラちゃんが写真集をちょうど出すっていうようなことで、じゃあぜひ、写真集を僕に撮ってくれないかっていうところです。まあ、なぜ僕になったかというと、まあ、そもそも、エロいっていう部分での共通点がありまして、カメラちゃんも、かなりの、まあ、言い方あったか分からないけど、かなりのドスケベというか、かなりエロい部分でのすごくなんか会話があったので、でまあ、写真集を出すにあたって、エロくおしゃれに撮りたいっていうことで、で僕もちょうどカメラを持っているということで、僕にオファーが来まして、こういうような状況になったんですね。セクシーとかっていうね、次元ではないと思います。はい、もう本当にもうエロさを追求したんで、カメラマイという女性が持っているエロのポテンシャルを僕がグッとこう引き出す役目だと思ったので、そこもグッと引き上げて、まあ、エロの先輩がエロの後輩のエロのポテンシャルを引き出すというようなシステムになってました。はい、まあ、私からしたら本当カメラマンとしてはもうあやぶさんが先生って呼べるぐらいのすごい仕事をしてくれたので、もう私の中ではもうあやぶさん先生って、まあ、これからも呼ばせていただこうかなと思ってますけど、私の中の先生はまさに先生だと思っても、ね、とりあえずこの写真集で250万部超えたいなと思ったんですけど、ね、251万部ぐらいいってますんで、なんとかその上行ってコンビの格差を埋めれたなと思ってますけどね。もう一度あの頃のピースで戻りたいと思ってます。去年の7月16日を皮切りでも変わってしまったので、あの時に戻りたいなってのありますね、この作品で。はい。なんかこのどうしてもうさんくささなんでしょうけど、僕がこういうような感じでやるとなんかすごいおふざけで、なんかこう企画としてこうやったんじゃないかなと思われがちですけど、そこはすごく避けたくて、本当の彼女の本当のガチのファースト写真集を本当に何のボケもなしで、本当に僕はカメラなんか撮ったことはないんですけど、もちろん初めてで、ただ本当購入したばっかりでいきなり写真集っていうような不安な部分もあったんですけど、やるからにはもう本当に彼女の、ね、大事なファースト写真集ですから、本当10年俺はカメラをやってるんだっていう風に自分の中で念じて、真剣に、撮らせてもらいましたし、今回僕のテーマが一つ決まってまして、高級な下品っていうテーマを元に撮ったんですね。ただの下品じゃなく高級な下品ということで、ただ本当に無理難題を全部飲み込んでくれて、全部撮り終わった最終日に僕の部屋に来て二人きりで撮らせてくれっていうふうにスタッフさんにもお願いしまして、それ結構危険な、一切本当に部屋とかにも廊下にも一切いないでくれ、もうそれぞれ皆さんここで終わりです、部屋に戻ってくださいって言って、僕の部屋に彼女が一人だけ来て、僕が OK ですって言うまでスタッフさんは誰も来ないでくださいっていう状況で撮らせてもらいました。いろんな要求しましたけど、マスコミの方あらかじめ写真撮りますけど、安心してください、抱いてませんからそこだけはしっかり書いてください。こいつ怪しいな、こいつ怪しいと、なんかね、仕事が見せかけてカメラマンというのを口実にっていうのに思われがしますけど、安心してください、泣いてませんから、これはもうお願いします。本当に自分で言うのもなんですけど、二人きりの部屋で泣かずに我慢して自分を褒めてあげたいですやっぱりずっと憧れている片瀬里乃さんとか撮りたいですね里乃様とかやっぱりね、一度こうどういう感じなのか、多分リノ様だったら多分同じちょっと部屋に撮ってくださいって時にもう我慢できるじゃない。